初心者向け骨董知識3回目、貫入、入、ひび、それについてやりたいと思います。先に言っておきますと、貫入は傷ではありません。入は傷です。ひびも傷です。では、貫入の例から見ていきます。はい、こちらの茶碗なんですが、こういった部分、亀裂のようなものが見えてますね。こういうものを貫入と言います。こちらが態度、素地ですね。それに対してここ、釉薬がかかっております。釉薬だけに入っている亀裂ですね。これを貫入と言います。これは貫入がね、たくさん入っております。細かくね。しかしながら、入となっているものはありませんので、他のね、鋼材の欠けなどないので、無傷の品物になります。それに対して入、入の説明、この茶碗で軽く触っておきますが、このような貫入が素地の部分まで軽い亀裂として繋がってしまっている場合ですね。そういう場合は入となります。貫入は、例えば相馬焼きなんかはもう貫入を模様としてね、使って表現の一部として用いておりますね。こちらは楽焼きなんですが、この縦横無尽に走るようなひびのような跡、これは貫入です。で、貫入なんですが、こういう色のついたもの、こちらにもあるんですが、これも入ではないんです。で、こう、色のついた貫入ですね、これは。こういうものを時間とも言います。貫入よりもやや傷に近づいているんですが、時間であれば、まだそれはね、傷に入らず。その他の瑕疵がなければ無傷の状態ですね。こう、時間がやはりね、濃くなればなるほど入に近づいて、人によってはね、入だろうとね、感じてしまう場合もあると思いますし、人によってはそういうふうに判断する場合もあると思います。ただこれは、入ではなくて時間ですね、この辺もね。この辺はもう意図的につけるような貫入、時間と言われる状態のものですが、これなんかは全く傷には近づいていないような装飾的な時間ですね。装飾的な貫入。ここまでデザイン的につけてるものに関しては、これが貫入だとか時間だとかはあんまり言わないですね。それに対して入。入というのは先ほども言いましたが、貫入がね、素地、態度に届いてしまっているものですね。大体どんな陶器でも貫入はあります。これも、ここに入があるんですが、この周りには貫入が細かく入ってますね。で、その一部が素地まで届いてしまって、入という傷になっているんですね。ひびと何が違うのかっていうと、ひびっていうのはね、もう隙間が空いている状態。これは入がね、外側にも響いてるんですね。ただ、入にね、隙間がまだないんですよね。なので、これはひびとは言いません。入ですね。こちらも入です。入は、ここが入で、この周りは入ではない。貫入ですね。まあ、時間。ここまで細かいと全く気にされないものですけどね。ここにも入があります。こちらの入、この入は外に響いてないんですね。まあ、入の特徴、外に届いているものもあるんですが、大体多くの入は内側だけとか、外側だけとか、特にね、両側にこう響いてないものを、響いということはありません。こちらの乳は、外にも響いております。ただ、乳のね、この間に爪が入るような、引っかかるような隙間がないんですね。響いではなく乳です。で、こちら。これはちょっと見にくいんですけども、ここですね、ここにこう、縦に入ってるんですが、これは、軽度な乳なんですが、茶碗が人生黒スタイルなんでね、分かってしまうんですよね。なので、惜しいな、もったいないなって感じなんですけどね。これも外側には響いてない乳ですね。それに対して、ひびです。ここですね。こ
ここにこうひびがありますね。でこれの内側、ここにこうひびがあって隙間がね開いて、よく見ると向こう側が見えてしまうんですよね。こういうものをひびと言います。ニューであればお道具としてそのまま使えますが、ひびがあるものは水が漏りますからね、使えないものが多いと思います。これは公園の上の方なんで、ここからお茶がね漏れるっていうことはこの場所を外して飲めばねないんですけども、ひびのある状態で使用するっていうことはあまりないですよね。初心者の方にとってニューとか貫入とか聞き慣れない部分もあるかと思って今回動画にしてみました。私もね最初の頃はニューってなんだろうと思いましたし、時間のねだいぶ回っている茶碗を見てね、ひびだらけだななんて思ったこともありました。で、分かっている方はね今更なんだよと思うかもしれませんが、今一度貫入、ニュー、ひび、それと時間というね用語を確認するのも良いかと思います。それでは失礼いたします。